隣のサイトはどんなだろう。今日はどんなサイトに出会えるのか楽しみです。行きましょう。Something on my mind. Finally not afraid to say it. And only took some time. Used to read it in a press release. What I was going through. 隣のサイトはどんなの、第7弾。7弾です。第7弾は、はい、初めてのバイカーさん、はい、第7弾なんでセブンさんです、はい、ちょうどねほんまやセブンちょうどのセブン7弾のセブン狙ってました。合わせてきた合わせてきた。でもめっちゃかっこいいバイク、まあ見てもう登場からかっこよかってまさかあの人このバイクは何ていうんですか、はい、僕バイク全然詳しくないですけど、これはマットモーターサイクルっていうイギリスのバイクカスタムメーカーです。ってことはあれですね、車でいう外車ってことです。外車ですね。元のバイクがいろいろ諸説あるんですけど、日本のスズキの SP とか、ほう、それをカスタムして逆輸入してる形ですね。はい、大阪の高槻のチョップスさんっていう店舗で取り扱いされてる、はい、いやバイクって大体ミラーこう出てるイメージあるんですけど、はい、めっちゃコンパクトじゃない。これ見えるんですか後ろ。あの動画であんまり喋りたくないですね。これはあれですか、個性のあれですか。あかんことなの。いや、あのまだいいんですけど、はい、あかんことはないんですよ。ちゃんと売っとるんです、はい、ただ見づらいか見やすいかって言ったら見づらいです。あ、そうですよね。だって内側ってことでしょ。そうですね。あの自分の宗教上の理由でハンドルより上に物つけたらダメって。いや嘘です。そんな宗教ないでしょ。分かりづらいボケをたまに入れてくれた。でもかっこいい、このなんていうの、外観、外観あんまり分かれへんけど、これはかっこいいなって思った。いや見た目で購入しました。はい、やっぱりジャケ買いってやつですよ。ジャケ買いジャケ買いですね、はい、これで崖から落ちたりいろいろしてます。なんで落ちたの。それはあのわざと落ちたの。いや、あの全然そんなことはなく、四国の事故。あ、そうですね、あ、事故。バイク、お秘密基地な、後で行こうな。早速じゃあサイトの方紹介、はい、じゃあ早速サイトの紹介していきます。はい、あのあれですね、キャンプで父と慕わしていただいている万国キャンプさんという方からいただいて、はい、ドイツ軍のなんちゃらっていう、なんちゃらドイツ軍のなんちゃらいいランタンです、かっこいい、年季入ってて、これが面白い構造で、ほう、普通ランタンってここに取ってあって外すし、うんうん、これはひねる、こうやって小屋が外れる。いや、すごい、これは面白いな、面白い、はい。え、セボンさんはキャンプ歴何年ぐらいですか。キャンプ歴っていうか、あの幼稚園が、あのなんていうか、はい、非合法の、なんていうんですかね、ボーイスカウトみたいな、ほう、勝手に河原でキャンプしてそれは大丈夫ですか。時代が良かったんで。ああ、そっかそっか、その頃からちょっと、そうですね、キャンプちょっと、まあ、外に抵抗はなく育ちました。あー、はい、なるほど。じゃあ結構長いキャンプ歴。25年になります。すごい、これはもうレジェンドかもしれない。25年やるとやっぱりたどり着くのはこのスタイルなんです。やっぱり一番軽い、あのね、テントを使い出したので言えば5年前ぐらいですね。それまでは段ボールで
や、これマジです、ダンボールでも寝れるわみたいな感じで、そういうもんやと思ってやってて、たくましい。じゃあだんだんちょっと勉強してツイッターを始めてから、あ、やっちゃいけないこととやっていいことの境をツイッターに教えてもらいました、はい、面白い。でもやっぱバイクで来ると、はい、タープとやっぱ、ね、寝床。そうですね、最低限寝床と、最低限あと焚き火と、うん、食材はね、だいたい現地調達で、おお、折りたたみできるやるの中に、なるほど、これはもうコンパクトになるんですよ、ね、それを現地でスーパーで買って背負ってくる、おスタイルです。はい、現地調達、はい、めっちゃシンプルすごい、ね、紹介する要素あんまないいやでも必要なもの、キャンプに必要なものが全部詰まってるから、ここの一角に最低限、うん、こんだけあったらキャンプできるんだよっていうでもあの私一番心配なのが、はい、今日雨降るって言われてるのに、はい、地べたなんですよね、はい、まあもうそこは諦めるしかないです一番高台を見つけて確かにここちょっと上がってますもんね、いよいよになったらそこの土管で、あ、土管ありますもんね屋根あるし、はい、楽しいやつですね、はい、少年に帰れる方向そこで明かり見えたらゴールゼロと一緒ねすごいね、ほんまに夜ちょっと覗きに来なかんね夜中大丈夫かな、うん、すごいすごい、でもランタンが好きです、あ、かわいい、なんかあれみたい、ラピュタのあの、あ、パズーのあのランタンね、ね、あの肉団子買いに行くときにね、あのこれはなんか外科医の先生が趣味でランタン作るのが好きみたいで、作るのが、はい、真鍮ランプ屋さんかなんかそんな名前で、ツイッターされてる方が作った、そうですね、 DM で1年待ちぐらいで、すごい、はい、かわいい、あのボロボロになってくのが好きなんです、あ、ケトルもだいぶ年季入ってますもんねタープもね、白いから、うん、でガイロープがこれ、うん、何紐っていうの、麻紐、麻紐っすね、めっちゃかっこいいロープとタープ同じ、あのブッシュクラフトスペインっていう、はいはいはい、スペインのメーカーか、へえ、え、すごっ、はい、なんか一番若いのに一番渋くない、うん、なんかもう悟ってるもんね、なんか考えさせられるよ、うん、やっぱりなんか何なんだろうって、やっぱ十人十色なんですよ、そうですね、なんかキャンプって一番なんていうの、考えさせられるいや無駄をと思っていやいや自分のサイト、いやあのええー、と思って僕が面倒くさがりなんですよ、いやでもそれがキャンプやと思うすごい、いやありがとうございます、いやとんでもないです、本当に、え、じゃあ一番好きなのはランタン、はい、その真鍮のランタン、ランタンと、まあ、タープ、あ、タープだね、バイク、バイクはもうギアっすね、うん、あ今の言葉、名言出た、名言だらけです、はい、バイクはギア、バイクはギア、でもこのタープもね、補修めっちゃしてて、はい、あ、そうなんですか、傷だらけなんです、この汚れとか、あ、この汚れはどないになったんですか、うん、この汚れはね、あのバイクで引きずってました、それ大丈夫でした、あ、焦げというか、あのちょっとそうですね、あのマックシェイクをね、友達とグルキャンやった時に買いに行ったんですけど、マックシェイクを、そう、そこでちょっと財布取ろうと思って一回煮崩したんですよ、あ、そのままキャンプ場向かったら、お前タープ引きずってんぞっていう声で気づいてまあ怪我しちゃった、穴も開いちゃったんで古着屋で
白い手に向かって貼り付けて、ここを補修してすごい。まあでもそれも味ですもんね。この汚れもいつか俺になる確かに、はい、いやそれも一つの思い出ですね。そうですね、刻まれてってますよこの傷を重ねてって、うん、青い地球の黄色い主人公になれればなって思ってます何もんですかすごい名言がいっぱい出てくるんですけど詩人ですか無駄を削ぎ落としたらこうなっていく。階段作る。なるほど、ちょっとだいぶ大人やと思うんですけど考えさせられましたでもねありがとうございます。いや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 、もうほんまにでもギュッと凝縮されててすごい濃ゆいサイトでしたよ。シンプルで濃ゆい、これがもうキャンプだっていうサイトを見せてもらいました、はい、恐縮です。第7弾のセブンさん、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。いやもう勉強になりますほんまに毎日勉強です毎回毎回勉強させてもらって、はい、はい、楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。セブンさんでした。はい、最後一個いいですか。はい、あの実はこのキャンプギア全部あの、はい、ジムに中積んでたんですよ。でジムにさっき入院したって言ったじゃないですか、うん、でギア全部ねえなと思ってで今日のためにその頼むからそのジムニーの箱、ジムニーの中に箱があって、その箱だけでも回収してくれって、はい、鈴木のディーラーに行って、はいはい、あの京都の桂川店の西村店長が届けてくれたんで自宅まで西村店長すごい。西村店長の感謝とボスの愛情でできてます。はい、本日はありがとうございました。西村さんおかげでキャンプできてます、はい、ぜひ続き桂川店、桂川店、はい、西村さんに、はい、ありがとうございます。ジムに、ジムに買いに行ってくださいありがとうございました。ありがとうございました面白い。 Like a candle I just burn away